そら抜くのも。いや、抜くことはないけど。寒いよ。今日寒いな。冷たい。うん。抜くねえと思って。全身のしびれに効くんです。全身のしびれに効く。これは試してみたい。寒い気にこれでいいのか。ということで今回ドンホワイドーンと半額以下でご用意いたしました。今あるシミそばかすに飲んで効くドンホワイドン、通常税込み5500円のところ、なんと半額以下 64% の税込み1980円です。ぜひこの機会にお買い求めください。あんたも卵焼いてあげるのか。卵な。もうないな。あと1個。お電話お待ちしております。実際に音を聞きに行くっていうことっていうのは必要。眠っているあなたの大切なオーディオ。譲るんならこの良さがね、やっぱり分かってくれている方。オーディオサウンドなら知識豊富なスタッフが迅速丁寧に査定。20万までは全部で出します。いいですよ。オーディオ機器の査定は電話番号 050-1868-1969、 ぜひお電話を。時代劇専門チャンネル、今後の放送予定は、三段銃がなんと3000円、半額以下。ただし今ご覧の先着100名初回限定。お申し込みは3から帰ってた時は乗っかったもんな。うん、気になる方は今月末までに決まるんでな。あー、どうもすいませんだな、店場なら差し込んで。いやー、しかし世間が死んだね。今回は最後お暇でしょ。何よりも小松屋のお嬢様で。お下です。手前は手代の房吉と申します。今の連中にこの辺りを。いえ、全く。ああ、無事でよかったな。本当にありがとうございました。あの、失礼ではございますが、どなた様で。ああ、私は郵屋ブラグマの居候で早見長三郎。こっちは蕎麦屋の六さんだ。改めてお礼に上がります。おお、そんな気をつかなくていい。とにかく気をつけていいな。はい、じゃあ、お嬢さん。おお、ちょっと待った。こいつは落とし棒じゃないのか。私のです。あ、かわいいクリだよな。女の子の厄除けですって。子供の時から持ってるお守りなんです。なくさなくてよかった。四代将軍家綱の治世、将軍のいとこにあたる一人の男が自由闊達によう生きていた。その名は松平長七郎長頼。三代将軍家光と将軍の座を争って命を失った。駿河台納言忠長卿の忘れ形見である。
根これ小さいと食べやすいけど一回に何個も一回じゃろ、うん、切り寄ったけどあやっぱりこんますぐらいいっけよ思ってやめただって口に3つ4ついっぺんに入れんとやっぱ大根太ったのは美味しいな。そう。細いのはこう。あれ大きいのは売りよったんや木村に。入り口に大きいの置いてあったっけ。あこれ別にいらんけど高とこ大きいけど。うん。もうあの赤の方が美味しいわ。切りにくからでも。我慢あったから切ろ。あれこれぐらい切ったやつあろ。あれは太いやつ多いな。うん。